ウエスコンタンです。今回ですね、ちょっとパワー1度はちょっと久しぶりにやろうかなと。あ、なんか挨拶とかも取らずに、なんかダイレクトにちょっと、なんかこの感じ、このなんていうか、この アメリカスタイルというか、ストレートストリートストレートスタイルで動画撮れたらなと思いながら、これパスしてワンチャン決まるか。ルナイス。やっぱ強いんですよね、味方がシンプルに強い。あの、俺がね頑張って対面ちょっと抑えながらパス出したら点決まるんで。でこれルールと溜まってるんで、ファングはいない、ファングいないものと扱って、いや神か、仕上がってるな。やっぱりこのメンバー負ける気がしねえな。いや B は良くないな、ちょっと B は良くない。あとマックスね、モーティスに勝てないですね、パワー1度ね。カールか、よりによってカールや、ちょっと B は2発圏内、もうどっちみちね、確かどっちみち完走してても2発圏内なんで、これブルーにパス出したいけど、まあ一旦ゆっくりいきますか。終わったんで、まあ一旦ボール上げといて、さあね、オッケー、分かった。あ、これも勝ち筋見えましたね。あとウルーがいたら、もうそういうこういうところにボールあったら絶対点決められないんで、さあよしよしよし、あ、ウルト溜まっていく、ウルトパスして、あ、これね、あのパワー一度ね、できること、ウルトパスして、敵にウルトパスしてリロードを一つだけ咲かせるっていう、この高等テクニック。あのパワー1はね、こういうことしかできんのよ、うん、こういうところで活躍していく。で、まあ、B にウルトパス届いて、で強化弾がね一発撃つの遅れたってことで、ちょっと余裕があったって感じですね。だからパスしたらいけんじゃね、あるね。いや、さすがに無理か、ちょっとまずいか。いや大丈夫そうで、いやちょっと気持ちいいウルトパスしたいなー。さ、じゃ、あの B の、か、あの火力上がってるモード、ちょっと圧エグすぎないっす。さ、これ俺ウルト溜まってるんで、でウルトでね圧勝かければいいやんっていう方もいると思うんですけど、これロマンとの戦いなんで、ロマンとの戦いの時にウルト使って足速くする、ウルトパスでしょ、男は黙って。ナイス、素晴らしい。さあ続きまして、いやもうタンクすぎん、もうこのマックスじゃ止められんのよなこれ。なんですが、うちにはルーとブルーがいるんで、まあ、タンクは割と大丈夫なんじゃないか。もうそれがいっちゃん良くない、これはもう味方に助けてもらってよしよしよし見た今の、あのモーティスが突っ込んできた瞬間、俺とブルーがもうすかさず合流しに行ったからね、この連携。さあこっからめっちゃいじめられてんだ、もうかわいそうやもんな、あのエルプリもやりすぎやってね。これ回復させないようにしながら殴って、別に殺さなくていいんですよね、あのずっとあのローヘル、あの体力少ない状態にしておけば。いやこれパス来るか、そっち、そう絶対ミスってない、あいつ多分絶対ミスった、回線重いか知らんけど絶対ミスった。これウルトパス来るか、来ない、なるほど、パワーイちゃん信頼されてないと、もうここね、あやばい、結果オーライ、ね、いや、あの多分ね、俺が完成やったら絶対パス来てたんですけど、パワー1の信頼度がなさすぎる。ちょ、お前ガチでまっすぐ突っ込んでくんな、ガチでまずいな。あ、オッケー、もうこれ勝ちっすね、多分これ動き止まって、ルーが上にパス出してブルーがシュートでゴールかな多分。いやパワー1勝率良すぎん。さあちょっとモーティス多いな、まあなんですけど、まあ、モーティスが起きても俺がブルーに逃げ込んだらいいんですけど、さっきね右にブルーがいたんでなんとかなったんですけど、てかブルーがモーティスと戦うのか、でシェリーがローかルーか、もう無理やぞそれ、もうここにパス通したらもう勝ちやからな。いやでもシェリーがいるよな、あ決まるんか、シェリー死んでるんか、なんで勝ってんだよ、なんで勝ってるか分からんけど、ちょっとウルトパス気持ちいいパス通したいな、そろそろ気持ちいいパス通したくて、この辺殴って、うわいやちょっとやばい、俺の連携がちょっと足りてないけど、これちょっとウルトパスでこの辺でしょ。いやもうジャストやん、もう足元やん、いいねそれ。いや上位互換マックス、上位互換やね、シンプルに上位互換やもな、全てのステータスが多分 1.5 倍ぐらいあるんですよね。なんで体力は俺もう5400とかもバケモンや、普通に通常攻撃のダメージも 1.5 倍でしょ。なんでちょっと引き気味に戦わないといけないですけど、引き気味に戦うとね、こうちょっと前線押されちゃうんですよね。どうしよう、終わったな、人生終わったけど、ウルトラ系試させて、あーこれ1点決められる、ちょっとまずいな、負けるかこれ、負けたくねえな。
いやブルがウルト溜まって全員ウルト溜まってるからちょっとウルトを使って初動ウルト使ってもいいですけど、ウルト使ってもね俺が勝てないからさあんま使ってもね、いやブルよくやった、おっとなるほどなるほどね、うん、まあまあそういうこともあるよねやっぱり、まあ生きてたらねいろいろあるからね。さあさあ一旦俺決めた、この試合はねあのウルトを使って味方を足速くさせるよりも気持ちいいウルトパスした方が多分点決めやすいですね。さあブルが盾になって俺が点を決めに行く、盾は死なない俺が盾なら死んでたけどブルが盾なら死なないと。さあもうちょっとでウルト溜まるんですけど、ちょっとマックスがねあのもう強気なんですよね、明らかにさっきより、さっきよりもあの痛くねって気づかれてるんで、これちょっとね逆にピンチはチャンスなんですよ、ピンチはチャンスなんで、ここ走ってもいいけど多分 M 図にどっちみち駆られるんですよね。いや温存でよかったな、温存でよかったんですけど、いやでもなんか起これなんか起これ、そこにパスしてリロードサイトもらって、これマックス殺してもらって俺ワンチャン決めれるか、俺がパワー1でシュートワンチャン決めれる、俺にもう全然信じてくれないやん、パスくれ、1ミリも信頼されてない、あのなんかちょっと傷つくよ、うん、今の状況やとさすがに俺にパスくれてもよかったけどな。でルーが多分ね上の方にウルト置いてくれるん でそうすると俺がちょっとエムズの様子見つつ、まずいか、俺ちょっと上に上がりすぎてるか、いや大丈夫、いやここのパスはちょっと行ったら死ぬだけなんで、いやこのマックスちょっと一発削って体力回復させたくなかったけど、まあ待ってよ待てよ、ちょっと勝とうぜマジで。でまあマックス死んだらいいんですけど、さあいやここにパス来る、でブルのウルトを信じる、俺はブルのウルトをいけとつらない、なるほどさすがにやばいか、まあ、延長タイムあのタイミングでとつったらちょうど壁が割れるタイミングやと思ったんですけど、さすがにとつったら、あこう終わったな、終わったくせ終わったくせ終わったくせ、あ絶対終わった、いやー悔しいね。はい、ということで、まあ、今シーズンねマックス赤盾パワー1目指してたんですけど、ちょっと間に合わね